それこそ社長何人かにスポンサーになってもらって、アルティメット大会やったらええね、ほんま。そうですね、全然できます。いやでも俺はそういうのあったらええと思うな。僕もそうなんですよ。もうおもろかったらいいっていう。結局な、今、それに一番近いのって R1 やもんね。まあそうですね。結局、いろんなジャンルの人ができて、できいろんなジャンルの人が決勝残るやんか。人数以外はルールないし。うん。でもペンギンズはな、結構ペンギンズでお笑い界でネームもあるから、なんか別に M1 とかにこだわらずに活動やってほしいけどな。まあそうですね、なんかあと、ネタやってない感じになってみて、うん。ダセえなと思って。ネタやってない芸人ってやっぱダサいっすよ。ああ、あの、やれる状況にあるのにってことでしょ？そう。それ、初めてなったんで、こういう感じ。ああ、なるほど。それ、M1 出てないのは、去年ぐらいかな？そうですね。去年、一昨年。あ、違うか。去年、今年。まあ、出ないっていうのは、ちょっと今、理由は聞いて分かったけど、別に出なくてもな、ライブ活動とかは。まあ、ライブがな、俺、別にええとは思えへんよ。そんなさ。ライブって結局、なかなかね、自分の腕を磨く場でもあったりするし。じゃあ、何に対して、要は素振りというか、そこの板のを踏んで、それの経験を積むねんっていう気持ちになるのも分かるけどね。でもそうなってみて、あれでしょあの、でもなんだかんだ理由つけて漫才しねえのダセえなって思ったわけでしょ。そうですね。ついにじゃあ、動き出すんや、兄貴が。まあ、動き出すというか、まあ、ちょこちょこライブ出させてもらって、っていう、健全な芸人であろう。いやあれや、基本的にはもう、あの、経済的にはもう問題ないわけ。え、何がですか？だからほら、奥さんとこのところの、建ててくれた一戸建てがあって、でもそれってさ、はい、結構それって助かるじゃない。いわば。助かりますね。めっちゃ助かるでしょ？で、あの、社長と飲みに行ったら、兄貴料を払ってくれるわけでしょ？兄貴料はそうですね、取りますね。で、まあ、でもペンギンズでの仕事もちょこちょこあるわけじゃない、言っても。まあまあ、たまにあります。うん、あったりしたら、そこでさ、特にあの、お金の面での焦りとかはそんなに今ないわけよ、女。めちゃくちゃそうですね、逼迫してるってことはない。うん。そういうところもちょっとやっぱあんのかな、なんか、お尻に火がつかないというか。ああ、ハングリーさ。そう、そこでさ、ね、ちょっとなんとかこう、ペンギンズを1段階、2段階上げないと、もうちょっと収入増えないわっていうところの意味での尻に火がつかないのかなと思って。なるほど、それも。うん、多少あると思います。あるんかい。まああるわ。でも、うん、年齢も、僕45になったんで。わあ、ちょっと待って、もう、じゃあ50やん。そうなんですよ。45歳はもう50ですよ。いや、もう50歳はもうページですから。50はページですから。50はページ。一緒一緒、だから同級生よ、同級生。同級生なんですよ、俺。で、そっちの火がちょっとついてきます。あ、なるほどね。うん。あ、もう人生終わっちゃうな。そうよ。本当そうよ。本当当てますね。もう50歳になった時に、あ、これは折り返し点じゃないんだなと思ったもんね。うん、なるほど。うん、まあ45の時も、40歳の時ってなんとなく、あ、ここで折り返し点なのかなと思ったけど、はいはいはい、50で折り返し点なんて言えるわけないじゃん。言えないですね。うん。なおにも言ったけど、キャラ、今、まあ、キャラの漫才とかもやってるわけじゃん。はいはい、まあ、それを続ける続けないはどう置いといてね。はいはい、そういうので、一回ちょっとこう名前が売れた人とかは俺はずっと続けてほしいなっていうのあんねんけど、ああ、なるほど、年取ってそれやってるのでかっこいいなっていう、ああ、それはわかります、ね、うん、なんかやってんのにおざなりにやってる人ほど悲しいもんないし、そうなのよ、うん、ちょっと前やけどさ、はい、ユッティと営業行った時に未だに全力で若ちこちゃんとやるからかっけえな、あ、これすごいなと思ったもんね。なんかほら、だんだんああいうギャグとかって、そう、ちょっと、なんとなく、テンポアップしてやってしまったりするじゃん。めっちゃゆっくりちゃんとやる。すごいな。ゆっくり大きい声でちゃんとやるな。俺、すごいなと思ったね。なんか、山下達郎さんっていうじゃん。うんうん。ミュージシャン。うん、知ってるわ。知らないかもしれないけど、みたいなトーンで言うてくんない。あ、知ってましたか。知ってるわ。が全国コンサート回るときに、うん、絶対またあの歌歌うんか、その初期の頃のあのクリスマスの歌とかを、ちゃんと歌うらしいんですよ。おう。まだ聞いたことがない人がいるかもしれない。
あ、すごい。絶対入れるらしい。聞きたいもんね。絶対聞きたいし、でも歌う側からしたら、もう歌い飽きてるじゃん。わかる。だから俺、なんか急にアップテンポの曲を、あのミディアムなアレンジとかされたりするの俺めっちゃ嫌いだよ。僕も撤去です。なんでと思って。そう、自分が飽きちゃってるだけで。あれやで、俺が聞いた話は、美空ひばりさんもさ、はい、ちゃんとな何百回も何千回も同じ曲歌ってもさ、ちゃんと全部きっちり歌うねんて。か、うん。なら聞いたら、あのコンサートに来てくれてる人は、私のレコードとかを聞いて来てくれてるから、ちゃんとレコード通り歌わなきゃっつって。かっけえな。そうだよ。だからペンギンズやらなきゃダメだよ、ちゃんと。そうですね、うん。だって山下達郎さんの名前出してきたの自分からやからな。え？山下達郎さんがやってんだから、俺もやらなきゃっていうことでしょ、それは。自分から出してきたからね。俺はユッティを出したからね。そっちは達郎を出したからね。うん、やべえな。うん。達郎を出したから、こっちはひばりを出したからね。これは。スギちゃんっているじゃないですか。いや、下げんな。下げんなもおかしいでしょ、俺の。うん、下げんなも。俺の下げんなも。いや、同期同期。でもね、そうですね。ちゃんとやり続けたい、うん。そうだよ。そうあってほしいよ。うん、そういう人たちは。もう、心中します。いやそうや。あのキャラ。ぺこぱのな、松陰寺とかも、まあテレビだけど、俺はもうこのキャラをやり続けなきゃっていうことを言ってたしね。ああ、偉い、うん。そうですね、それがかっこいいっすね。うん。かっこいいっすねの前に一回舌打ち入れたよ、今。いや、なんかあいつ。俺、仲いいんすよ、松陰寺。あ、そうなんや。あ、そうなんあれ、前の事務所時代から、オスカーとか。そうっすね、なんか、フリーライブよく一緒になった。うん、でもそういう大会に出たい気持ちはあるん？めっちゃありますよ。あ、なるほどね。エンタメ大会だったらもう全力で今の形磨いて。いや、じゃあキングオブコント出ればいいじゃん。ああ。今の形でもなくても、その兄貴とさ、射程みたいなんでもいいし、コントっていう形だったら今のキャラに縛られなくてもいいじゃん。ああ、そうですね。キングオブコント、うん、もう出てたの。あとペンギンズでペンギンズでコントにして。へえ、あ、そうなんや、うん。それも順々ぐらい行ったんじゃん。すごいね。で、うん、多分 M1 とともに俺の火が消えちゃって。違うね、もうほんまに。火消すの早いねんて。うん、そうそうそう、早いんすよ。NSC もそうやし、もうアミューズもそうやし、大学だってそうやし、火消すのも早いねんて。そう。よくサンミュージックやめなかったよね。サンミュージックやめるとか、ちょっと数年前やったら言い出しかねへん感じやん、ほんなん。ああ、本当ですよね。もうそれは学習したんだ。やめてもなんもないよってことでしょ？そうですね。うん、やめても、うん。でも別にネタやんないけど、いさしてくれるうちの事務所って優しくない？ああ、ゆるいっすよね、サンミュージック。ゆるいでしょ？お前らなんかやれよみたいなこと誰も言ってこないでしょ、別に。ああ、そうですね。法に、うん、法に。いいし、いい、ね。基本的に自己責任やから、うちの事務所は。でも、そうじゃないですか。まあ、そうあるべきやと思うけどね。そう。自分の人生の、うん。そうそうそう。社長と飲みに行く人生だっていいじゃないか。そうっすよ。まあまあ、でも、本当アルティメット大会立ち上げましょう。戦いたくてしょうがないんやな、ほんなら。いや、やっぱまだちょっと戦いたいっす。いや、でもまあ、なおは喜ぶと思うけどな。だって兄貴とネタやりたそうやったもん。本当ですか。もう、本当兄貴待ちですみたいな感じだったもん。本当ネタやってないですもんね、うん。ペンギンズで営業みたいなのをたまにやったりするの？あんま最近ない？最近はないっすね。去年の年末やったぐらいです。基本な、ここ最近はコロナで営業自体がなかったもんね、あんまりね。なかったのもありますしね。じゃあネタを本当やってないです。川村さん、スパチャコレでありがとう。のぼうさんの好きなところはどこですか？教えてくださいって書いてる。のぼうの好きなとこ？うん。本当に真面目なとこ。真面目やな。そう、僕にないとこ。そうやな。ちょっとやっぱり。真面目で責任感がある。バロンの頃からやっぱりちょっと尖ってるって言われたもんな。言われてましたね。言われてたな。結構辞めるときもスーッといなくなってバロン解散するときも。そうですね。うん。誰にも何も言わずに一回辞めたやろ。そう、失礼なフェードアウトしかた。ほんま。これ聞いとかなあかん。思い出した。いや、ほら、去年の年末、
毎年やってんねんけど、鳥居が、あの、年末にイベントやってて。ああ、呼んでもらいました。で、兄貴も一緒に出たやん。出ました、出ました。あの時にね、こう、蕎麦を使う企画があって、はい。で、兄貴が蕎麦アレルギーやからって言って、その企画断って。ああ、はいはいはい。で、信夫が、いや、兄貴普通に蕎麦食べてますよっていう。ちょっとすみません、あの、こういうとんでもない垂れ込みがあったんですけど。なるほどね。いや、なんで。違う、なるほどね、じゃない。いや、もし蕎麦アレルギーやったら否定せよ。食べてないっすよ、とか。なるほどね、じゃないんだよ。まあ、じゃあ、うん、こういう機会なんで正直に言うと。何ですか？蕎麦アレルギーではないっす。でも理由がちゃんとあって。俺も鳥居も信じてますけど、もう何理由何？なんかあの鳥居さんのライブが決まるちょっと前に、あのテニスプレーヤーのジョコビッチの本を読んで、ああいう人らって何考えてんのって読んでみたんですよ。うん。したらなんか腸内環境を良くするにはグルテンフリーがいい。なるほど。だパスタだなんだ小麦の系とかグルテンが入ってるものをとにかく取らない。でんぷんは取るなと。うん、そう、うん。で、僕はそれに触発されて、うん、もうそっからでんぷんを断ったんですよ。だから、そばも入れたくなかったです。今もさ、食べてないの？もう食べてるでしょ。もう食べてます。食べてんのかい。だって俺、見てないねんて関係ないですもん。ウィンブルドン出るわけじゃないです。別に体質改善はええやんか。まあまあ、だから、それ始めたばっか。ああ、なるほど。それ言ったらええね、こんなの。いや、そんな理由ありますよ。いや、面白いやん、別に。ほんとっすか。でもなんか、そういう細かい嘘ちょこちょこつくんですよって言ってたよ。ああ、俺は、つきますね。うん、認めんのかよ。でも、そんな人を邪魔くらかすみたいなことはしないですよ。いや、でもなんか、息を吐くように嘘をつくって言って。そうですね、人に、被害が出ない嘘。うん、まあその、蕎麦アレルギーの件もそうやしな。そう、別に傷はついてないんですか、誰も。なんなん、それなんでなんなんでそんなことすんの。いや、なんでしょうね。そう、なんでかわかんない。わかんない。もうそれは、小学校とかその辺ぐらいからずっと細かい嘘はついてるかもしれないですね。でもやっぱ根底にあるのは、笑い取りたいときってやっぱ、多少脚色するじゃないですか。いやいや、それはあるよ。はい。それの、うん、それの癖が染み付いてるんだと思いますよ。なんでええように言うねん、ほんま。いやいやいや、本当に。うん。結婚してんのは本当なん。結婚してます。うん。奥さんの、ご両親が建ててくれた家に住んでんのも本当な、それ。それも本当。うん。社長と飲みに行ってんのも本当やねん。それもめちゃくちゃ本当です。めちゃくちゃ本当なん。そうか。じゃあ終わります。お、急だな。急だな。ちゃんと信夫は兄貴とネタやりたがってますから。いや、やります、やります。うん。もう近いうちに、はい、近いうちやります。うん。それは漫才で。漫才で。うん。で、来年のキングオブコントどうしますか？考えます。はい、こいつちっちゃなったな。考えます。すごいなぁ。コンテスト好きなんやな。好きっていうか、うん、そうですね。なんか、自分の中の決着というか、なんか結果欲しいっす、ね。いや、わかる。でも、俺も、うん、何かしら、まあ、M1 出てるときに、やっぱ、うんうん、今思えば、どっかで、賞レースが嫌いな自分っていうのを言い訳にしたけど、うん、やっぱ決勝出ときたかったなっていうのはあるな。うん、やっぱ、準決勝5回ぐらい行かしてもうたけど、いや、やっぱそうやな、今思えば、なんでもっとちゃんとやれへんかったんかな、みたいなとこあるから、だから、やっぱいろいろ。そうやって出れる年数やったら、ちょっと頑張ってほしいところもあるけどな。あ、まあな、わかる、うん。キャラ系やってるとな、うん、準々決勝、以上上げてくれへんっていうのは、やっぱな、どうしてもあるけど。まあまあ、なんか知らぬ形。そうやな。ネタをやっていきたいと思う。じゃあ、ぜひとも、もうちょっと社長とはね、はい、社長との付き合い薄めにして。うん、そうですね。もしくは社長との付き合いを濃くして自分で大会立ち上げるかどっちか。どっちかっすね。うん、そうやな。二択やわ。二択、うん。頼むで。わかりました、うん。ありがとうね。いえいえ、うん。俺ちょっと告知だけして終わるんで。あ、わかりました、はい。本日のゲストはペンギンズの兄貴でした。ありがとうございました。遅くまでありがとうございます。ありがとうね。